どうも、冒険 TV のぶどうです。今回はですね、千葉県にある、笹川湖に今やってきています。ここにはですね、今ここ、橋の上にいるんですけど、ここが、県道24号線になります。で、この県道の24号線が向こうからずっとまっすぐ向こう側に続いているわけなんですが、この道ができる前の旧道が実は、はい、こちらの向こうからずっとガードレールが続いていると思うんですが、こちらが旧道になります。で、今はこう通ってる原道が、昔はこう崖沿いを通っていって、ずっと崖沿いを通っていって向こう側まで抜けていたとされています。で、実際ここの旧道は自分一回以前来ていて、前の動画見てもらった方ならわかると思うんですが、自分が山ビルにもう噛まれまくって足血だらけになりながら散策した場所になるんですよね。で、まあその時はもう夏場だったっていうのもあるし、あと自分が結構山を舐めてたっていうのもあるんで、で今回はまあ一応冬場だし、まあそれなりの対策もしてきたので、今回はまたちょっと前回行った時に結構夏場で草もすごくて奥まで入れなかったんですよね。なんで今回はそのリベンジということで早速散策していきましょう。はい、というわけで旧道まで入ってきました。いやー、ここは正直前回もかなり怖い思いしたんで、もうここ探索終わって前回本当に車戻ってなんか足かゆいなと思って足見たらもう山ビルが何匹ぐらいいたんだろう、もう10匹以上は張り付いてて、もうそっからちょっと正直山ビルがトラウマなんですよね。まあなんですけど、まあ今回は冬場だし、結構山ビルがいるのは夏場とか秋とかそういう暖かい時期になるんで、でさらに今回は山ビルは結構海水に弱いらしい、海水じゃねえや、塩分とかそういう塩に弱いらしいので、自分今回長靴を履いてきたんですが、この長靴にはたっぷりの塩水をかけて、今回再び準備万端で探索をしていきたいと思います。いやー、しかも昨日は雨だったんですが、すごい天気も良くなっていい探索日和ですね。じゃあしばらく進んでいきましょう。はい、街道をしばらく進んできました。するとこの辺のゴミだったりとか、この辺は木材を多分貯めてあるんですかね。なんかよし、ここをしばらく進んで、ここを越えるとまた倒木だらけの廃道が出てくるんで、ここをとりあえず越えましょう。ちなみに山ビルはこういう土が多いところに生息しているので、ここはもうちゃちゃっと抜けないとまた山ビルだらけになっちゃうんで、まあでもさすがに冬場なんでね、多分いないとは思うんですけど、まあちょっと対策しとかないと、山ビルに構えるとマジで血止まんなくなるんで。よいしょ、いて、いやーすげえなここ。いや、ここは冬場限定ですね。夏場来るようなとこじゃないっす。改めて来ましたけど、よいしょ。一応ですね、この先の最後の終点にはですね、この横に、湖があると思うんですが、この湖の中にこう道が沈んでいく、ちょっと幻想的な風景が見れるらしいので、それを楽しみに頑張って進んでいきましょう。よいしょ。いやー、相変わらず木とあれがすげーな、倒木上からやっぱ落ちてきたんですかね。登ってきないやな、大丈夫だよ。一応このちょっとこの白いのは全部塩です。
登ってきてないことを祈りましょう。よし、それでは木々をかき分けながら進みたいと思います。はい、しばらく進んできたんですけど、いや相変わらず木がすごいです。で一応廃道の現状がこんな感じです。路肩はもうすでに崩壊が始まってます。もう抜け落ちてガードレールがむき出しになってます。さてさて、自分確か前回この辺りまでは来たはずなんですよね。でこっからもう草がすごくて入れなかったみたいな感じなんで、おそらくここを抜ければ、よし、とりあえず頑張って抜けましょう。よいしょ、よいしょ、踏んで、びっくりした。あ、まただ、また見てください、危なっかしいなこれ。よいしょ、怖い怖い、いてて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 、こっちにもあった。ここはやべ、トゲ、トゲのゲートが、よいしょ、ここを越えないと俺はここへ来た意味がないんだ。よいしょ、よいしょ、よっしゃ越えた。いや、しかも昨日降った雨で地面がぐっちゃぐちゃで滑る滑る。よいしょ、おおお、抜けたか、抜けたか、これは。お、ぬお、抜けたっぽいっすね。おお、いや綺麗、いやてか道の半分はもう道路に、道路じゃないや、木に飲み込まれてますね。よいしょよいしょ。さあ、湖に消える道路という幻想的な景色を目標に今回やってきましたが、見れるのでしょうか。そして今そのゴールが目の前に見えてます。ちょっとカメラじゃ分かりづらいかな。いやー、やっと見れた。おー、すごいすごい。ちょっと木が邪魔で見えないですね。よいしょ、ちょっとギリギリのところまで行きます。よいしょ、おー、すげー。よいしょ、あいてって。はい、そうです、僕はこれを見たかったんです。この中央線まだしっかり残ってますね。このしっかり残った道路が湖へと消えていきます。で一応この廃道はですね、この崖沿いをずっと行って、でなんか途中に一箇所水道があるらしいんですが、それも抜けて、さっきの県道24号線と合流するような形になる道だったらしいんですよね。でも今はこのように沈んでいて使われていないような感じです。よし、とりあえずここも見れたので、とりあえずそしたらこの、ここまっすぐ行った、24号線と合流するところまで行ってみましょう。はい、今廃道から出てきて、廃道のこの湖のすぐ横にある、このボートショップの方にお話を聞いたんですが、この廃道の先にあったトンネルはですね、あの夏場とかそういう水位が低い時はボートで通れるみたいなんですよ。なんでまあそうですね、夏場はもしかしたらそのトンネルを見に来るかもしれないです。で、冬場も一応なんかあの寝っ転がれば通れるぐらいの、あの高さはあるみたいです。まあさすがに寝っ転がって通れるぐらいなんで、もう相当狭いと思うんですが、なんでもうほとんどトンネルと一緒にこう水没してる状態ですね。
多分あるとしたらあの辺だと思うんですが、いやーちょっと肉眼でもカメラでも確認できないですね。いやーどこにあったんだろうな。でも多分崖沿いなんで本当あの辺だと思うんですが、ちょっと確認できないですね。よし、じゃあちょっとこの廃道が反対側の合流地点のところがあるんで、そっちまで行ってみましょう。はい、反対側までやってきました。向こうが湖ですね。ちょっと木があれで見えないかもしれないんですが、あでも釣りしてる人がいます。あそこが湖というか、もうあそこはほとんど川です。で、川からこう出てきた、再び現れた道が、こちらの、県道24号線と合流する形ですね。で、昔の道は、向こうからこう続いてきた道がここでこう急カーブを描いて向こうまで行って、向こうのあそこの断崖絶壁が見えると思うんですが、あそこの岩場の手前をまたこう90度ぐらいのカーブを描いて向こうまで続いていたみたいです。でですね、今自分ずっと向こうから歩いてきたんですが、途中でちょっと面白そうなものを見つけたので、最後それを見に行って終わりにしたいと思います。はい、今、向こう側からこう少し戻ってきました。そして見つけた面白いものというのはですね、あそこに桜が見えると思うんですが、その桜の後ろ、ちょっとわかるかな、ちょっと白いものが見えると思うんですが、あれガードレールですね。ちょっとわかりにくいんですけど、でガードレールがあって、こう道がこう下まで続いてるんですよ。でここ、フル地図で調べてみたらですね、こう自分が探索した廃道がこう向こう側からこう湖の中を通って、湖を出てきて向こうまでまた向こうの県道とまた合流する形になったんですが、この、廃道にはこうプラス横からこの上からこう続く道があったみたいなんですよね。フルチズの写真ちょっとスクリーンショットしたので、この写真もちょっと載っけておきます。で、ここあれですね、結構入れるようになってるんで、はい、ちょうどここですね。この橋の名前がわからん。ちょうど向こうから来た道が、こう昔はこちら側ですね。はい、この藪の中を進んでいくと向こうの、廃道と合流する T 字路の、T 字路が、昔はあったそうです。まあその T 字路も今はもう水の中に沈んでいるんですが、最後ちょっとここだけ見に行ってみましょう。ここも多分、ここも絶対あの湖に沈んでると思うんで、ここをちょっと最後調査します。はい、最後の廃道のところまで入ってきました。いやちょっと道路は見えないですね。土と落ち葉が結構落ちているので見えないんですが、あ、手すりが見えてきた。白い手すりが見えてきた。やはりここも廃道のようですね。手すりじゃねえ、あれガードレールだ。よいしょ、はいはいはい、あ、ここすごい通りやすいあっちの廃道と違ってすごい通りやすい。はい、ガードレールです。ここもやはり道だったんですね。まあ向こうと違ってちょっとした脇道みたいな感じで、向こうは片側一車線の、向こうは片側一車線の道だったと思うんですが、こっちはもう普通にちょっとした脇道みたいな感じです。いやでも地面は本当土と落ち葉で隠れちゃってます。で、すぐ隣にはこのように川が流れています。で、
この川におそらくこの道も沈んでいくんだと思われます。よいしょ。さてさて、どこまで続いてるんでしょう。ちょっとしばらく進みましょう。はい、しばらくやぶこぎをして廃道を進んでいきました。するとですね、はい、このようにちょっと分かりにくいんですが、川か、川と川に入っていく場所が、いや境目がちょっと竹やぶがひどくてちょっと見えないんですけど、はい、で多分おそらくここまっすぐ行って、向こうの、片側一車線の廃道とおそらく合流していたんだと思われます。で、ここなのかな、ちょっと分かりにくいんですが、おそらくあの対岸のどこかに水道があったのかな。ちょっと肉眼でもカメラでも確認できないですね。よし、とりあえずちょっと竹やぶがひどいのでとりあえず出ましょう。はい、というわけで、笹川湖付近の廃道の探索でした。いやー、なかなか面白いものは見れましたね。はい、そしてもしかしたら、夏場、隧道を見に行くかもしれません。いやー、ちょっとその隧道はちょっと気になりますよね。おそらく本当あの辺にはあったと思うんですが、まあもしかしたら夏場来るということで、今回は、ここまでになります。ご視聴ありがとうございました。